皆さんこんにちは、寺港みやびです。ウェブ閲覧するときに便利なツールといえば、やはり手放せないのはグリースモンキーですね。簡単にざっとグリースモンキーの説明をしてみます。血気盛んな若者たちは世の中を変えたいなんてね、おっしゃってる方も多いですが、おっさんになってくるとですね、もういろいろ悟ってきまして、世の中を変えるんじゃなくて自分が変わればいいんだよっていうことも言うまでもなく分かってくるんですよ。インターネット上でじゃあ具現化するにはどうしたらいいのか、その答えがグリースモンキー、略してグリモンなんです。このサイトこうなってたらいいのになとか、いろいろ皆さん思うんですね。よく考えてみてください。そのサイト、僕らのサイトじゃないんですよ。他人のサイトなんです。しのごの言っちゃダメです。他人のもんですから。おっさんたちはじゃあ自分が見てる画面だけ変えりゃいいんじゃねみたいな、その答えがグリモン、グリースモンキーなんです。寺港さん普段からこの Firefox を使ってますが、じゃあちょっと起動してみますよ。はい、こうなります。ここに、グリースモンキーと入れて検索します。綴りはここ出してきますからね。アドオンのページに行って、これです、これです。これ。これをクリック。はい、インストールします。今すぐインストールをクリック。今すぐ再起動。これでお手持ちの Firefox がグリースモンキーに対応しました。グリースモンキーっていうのがファミコンみたいなもんだと思ってください。今ファミコンを手に入れただけなので、そこにいろんなソフトを入れるんですが、まだ何もソフトが入ってない状態です。ユーザースクリプト ORG、 こちらが老舗中の老舗、グリモンなら何でも揃う。いろんなグリモンがね、日々アップロードされておりまして、評価されたりとかコメントがついたりとか、ものすごい活発にやり取りされてます。日本語のまとめサイトとかもありますので、検索してみていただければいろいろ出てきますから。テラミナトトゥルーリッチ、こうやっていくとですね、これちょっと行ってみましょうか。ここのとこですね、テラミナトのトゥルーリッチなグリモンっていうとこをクリックしてみてください。ユーザースクリプトっていうとこをクリックすると、トゥルーリッチなグリモンがいくつか用意されてます。じゃあこれ見てみましょうか。 Google Play Hidden、 ここにですね、黒メニューのところに検索、画像、地図、プレイ、YouTube、ニュース、いろいろありますが、プレイっていうのが最近加わったんですね。これね、仕事中にこれプレイなんて出てきちゃったらね、どうも気が散って仕事にならんと。だからといってですね、Google さんにですよ、あれが気になって仕事ができないじゃないかなんていうことはね、トゥルリッチマンはしないんです。グリモンで消すんです。Google Play Hidden。これインストールしましょうね。はい、こんな画面出てきます。インストール簡単ですよ。これ押すだけ。はい、これで完了。実際のウェブページに訪れてみると、はい、消えました。次のグリモンってみましょう。ツイッターオート PR カッター。グリモンは信用できたら、インストール。はい、ビロリロリーンと。宣伝するのも結構です。そういうのもね、若いうちは大事。おっさんはね、いいの。おっさんはそういうのいいの。そういうツイートだけを一掃してくれます。あとこれ余計なことですけども、デフォルト状態ではですね、手動 RT も消してあります。その辺のことをいろいろこう気になる方は、歴史的背景なんかをググって調べてみてください。一応、おっさん向けのタイムラインにしちゃうと。YouTube 昇進。 YouTube の低評価が気になってへこたれそうな少年たちへ、ビデオアップロードしてる人が多分一番よく見てるページがこのダッシュボードだと思うんですね。ここにこう低評価があるんですね。こういうやつこういうやつ。おっさんになってくるとね、それすらもね、再生回数プラス1だろうとか思ってしまうので、少年少女の中にはね、あれがもう1個ついただけでもう1週間ぐらい何もできない。わかるわかる、そういう時のためにね、一時の癒しですよ。インストールしてみるよ。はい、どうですか。もうこれしか出てませんね。ちなみになんかここら辺からページに行ったらちゃんとこれ見えますからね。そこら辺は謙虚に受け止めましょう。そうだよねー。何？だからどうした？それがトゥルーリッチメンなの。最後にしとくね。YouTube のロゴをケロケロマスクのテラチューブにします。ブラレディジャパンさんのとこ行ってみても、はい、やっぱりここテラチューブね。ハリケーンアタック TV に行っても、はい、テラチューブ。ちょうどここに坂太郎チャンネルありますね。坂太郎チャンネル行ってみようか。はい、テラチューブ。はい、じゃあもうこれもいらないっていう場合のね、削除方法も一応説明しとこうか。Firefox の場合ですよ。このボタンを押して、ユーザースクリプトの管理っていうところを押しましょうね。ここに YouTube レコメンドヒドンがいらないという場合は、これ選択して、これ削除を押せばいいんです。ということで、今日はトゥルーリッチメンのためのグリースモンキーを紹介しました。じゃあ、JavaScript とスタイルシートと XPath なんか分かってたら、もうカスタマイズもめっちゃ簡単なんでね、ご自分なりに楽しんでみましょう。これは高度な技でしょう。